七座神社とは、秋田県の城市二つ以町小つなぎにある神社である。七座神社とは、読まない。三号は、七座山。最明天皇4年に、安倍平夫が創建したと言われている。別名、天神七座神社。旧社格は、県社。神社からは、野城市の一部や、七座山を望むことができる。受験の神様として有名である。 七座神社と米城川を挟んだ対岸には七つのピークがある七座山があり、一つの鳥居は七座山に向かって立つ。安倍平夫がこの地に到達したという伝説は、江戸時代この七座神社の官主が唱えた。最明天皇5年に、安倍平夫は、秋田やぬしろ、肉入れかごに至るが、この市、シリコを、秋田県北秋田市、つ子だという説を唱えたのは、 半年衛星であった。彼は、安倍平夫は、米城川を遡り、そして、この神社を創建したという説を唱えた。1591年頃、豊臣秀吉によって、秋田に追放された、織田信夫は、家臣に命じて七座天神に、都へ戻れるよう願をかけ、翌年起参を許されたという話が、伊藤円沢に記録されている。 軍勇気の小綱木村の部に、天正18年、織田信夫はこの地に流されて、家臣の浜田坊は深く七座天神に祈り、同19年に霊言があって、織田信夫は帰国することができたと記されている。教皇年間に、鈴木貞行と、加藤正貞の2名が戸籍を訪ねて巡礼し、定めた秋田六軍三十三関門霊場の30番目に七座神社があったが、 江戸時代すでに七座神社の観音像は紛失している。1788年古川小松県は七座神社を、訪れ神社の縁起を聞き、どんずう雑記にその内容を記録している。その時、当時の別当は、西明天皇が会期で、それ以外に、由緒は知らないと答えた。七座神社は七座山を祀っていたが、古川はこの態度に、昔は、神といっても、 古墳や山や海を祀っていたことは古書に記されているが、今では社などを厳しく建設し仏教を真似て祀っている。昔は明教を信仰の対象としていても、今ではそれに納得せずいろいろ飾り物を並べて、不思議を信じるものなのに、この別当の態度は首相だと書いている。1924年には、某、沢村の新名社主管の長男で、 坊沢小学校校長、水沢小学校校長、宮城県師範学校教諭、陸軍幼年学校教授、帝国女子専門学校主管等を歴任した峰脇、及びただ七座神社の社士となり、消失して仮宮であった社殿の建築を行った。七座には三古伝説が残されており、七座神社の七座山に向かっている鳥居付近から米城川を眺めると、 川の中に巨石があって、これが、八郎太郎が投げた石だという伝承が残っている。八郎太郎はこの地でダムを作り住んでいたが、神々が八郎を追い出そうとして、白ネズミを使わしたという。ネズミは土手に穴を掘り始めたが、このネズミを襲おうと、猫たちが集まってきたので、神々は猫を繋いでこれを防いだ。そのためにこの地を、昔は、猫なぎと言ったという。 後に短くなり小つなぎになったのだという。小つなぎには、金ネズミ大明神の祠があり、七座神社で、ネズミ桶の札を開けているのもここから来ている。最寄り駅、JR 二つ井駅から、国道7号秋田県道3号二つ井、森吉線経由、車で10分。ありがとうございます。